見積もりの説明と最終的に金額お願いします。はい。利益出ちゃいそうな感じじゃないですか。キレ店長、早速値段の方お願いします。はい、皆さんこんにちは、バンテックつゆきでございます。今日はですね、桐生店長に来ていただきました。よろしくお願いします。ああ、お願いします。もうね、早速ちょっと見積もりをしてもらいました。ジル520ってことで、もうそもそもですね、このジル520自体がハイグレードモデルになってますということで、見積もりの説明と、最終的に金額お願いします。はい。ジル520のロンクディーゼルで見積もりさせていただきました、はい、車両本体価格が896万5千円、メーカーオプションで2面鏡ミラーこれをつけてます。こちらが75,900円です、うん、仮想オプション、キャンピングカーのオプションなんですけども、うん、トータルでいきますと178万3千100円。あ、つけたね、ほんでね、だいぶ、はい、だいぶつけましたね、これね。はい、結構つけていただきまして、ね、ありがとうございます。はい。 FRP フロントバンパー&サイドフェンダー取り付け、ルーフベンチレーターですね、こちらをマックスファンに変更しております、はい、サイクルキャリア、こちら2台積みになってます。そうです。発電機のボックス、アイボックスですね、はい、後輪のところをこう照らす路肩と LED、テレビアンテナと BS アンテナ、地デジアンテナですね、はい、同軸ケーブル追加ですね、はい、これ BS アンテナをつけるためには、まあ、うん、もう1本追加が必要ということですね。そうですね。その下、持ち込みのテレビの取り付け費用です、はい、それと電子レンジ、それと 3D パノラミックビューですね、はい、それとマルチシェード、フロント3面に貼る断熱材になってます、はい、フレキシブルソーラーで 440W 以上となってます、はい、それ以外にですね、諸費用が、かかってまいります、はい、まず税金が169,480円、自動車税が年間で48,000円、今12月登録にさせていただいているので月割で計算しますと1万円になってます、うんうん、ああ、なるほど、はい、あと環境性能割ですね、こちらが99,800円、うん、昔の自動車所得税、そうですね、うん、はい、名前が変わってますが、はいはい、重量税が32,800円、自賠責保険が24,780円、こちら印紙代、これが2,100円ですね、はい、でトータルで169,480円。バンテックの方でちょっとかかってくる費用があります、うんうんうん、手数料みたいな、そうです、ね、そんなイメージですかね、はい、はい。独特なものもあるんですけど、うんうん、説明させていただきます、うん、陸送代っていうのがあります。埼玉店に運ぶ場合は、まあ、山形の工場から仙台まで自走させていただいて、うんうん、仙台から品川までカーフェリー乗せます、はい、で品川から埼玉店まで自走させるので、うん、その時の、まあ、陸送代、こちら埼玉店だと56,000円ですね、うん、例えば愛知とか違うエリアになってくると金額が変わってくるということですね。それ以外のもので予備検査費用、キャンピングカーっていろんな設備があって、ナンバーをつける前に書類を出して、そうっすよね、事前に検査を通さないといけない、うん、この費用として45,000円になってます、うんうんうん、はい、登録費用はナンバー取得代として25,000円、納車までの点検費用として20,000円、この4点ですね、はい、こちらが146,000円になってます、はい。車両本体価格とメーカーオプション、はい、キャンピングカーの仮想オプション、うん、税金と、うん、バンテックの諸費用が、うんうんうん、まあ、項目になっています。なるほど、はい。キレ店長、早速値段の方お願いします。はい。金額が11,162,070円ですね。おお、行きましたね、これね。本当にフル装備なので、装備自体はもうジル520で、しかも4駆仮想オプションっていうのもかなりつけてますので、こういった値段になるのかなと思います。申し込み金が200万円ですね。とはいえ私ですね、そんなにお金ないんですよ。1200万円とか1200万円とかキャッシュで用意できないんですけれども、乗る方法とか、そういう支払い方法、まあいわゆるローンですよね。で、いろんな切りだったりとか、優遇されるポイント、あとキャンペーンとかね、いろいろあるとは思うんですけれども、そんなのもちょっと相談とかできるんですか？ローンも昔は回数がやっぱり少なかったりとか、金利がすごい高かったんですが、今、だいぶそれも扱いやすくなって、できまして、ローンの内容で言いますと、うん、最大で180回払い。180回っていうと何年？15年です。15年落ちのキャンピングカーとか普通に売ってますもんね。そうですね。金利の方も 2.9%、はい、安い、だいぶ安くなってますので、月々どんな感じになる？62,831円。6万2000円で乗れるんですって、この車。なんとかちょっとふわっと見えてきますよね、はい、いろんなことが自由な旅ができて、なおかつ休みがあればなんぼでも行っていいってことですよね、遊びにね。
お金の使い方としてはまあ悪くないかな。逆に余裕のある方なんていうのは、はい、これをまあ縮めることもできます。通常の、はい、オートローンと違いまして、途中でこう返済方法を変えたり、もう180回は伸ばすことはちょっとできないんですけど、余裕があればこう詰めて支払いを上げて、まあ、早くローンを終わらすことも。ああ、なるほどですね、はい。そうは言っても、ちょっとさすがに15年は長いよねって話になってきたときに、多分15年経ったらやっぱ新しい車いろいろ出るじゃないですか。そうです。そうした場合って、いや、乗り換えたいなーなんてなるじゃないですか。はい、そういったときって、どうです通常の車だと手放すときに、はい、いやもう安いですよ。安いです。安い安い。それがキャンピングカーだと今の相場で言ったら、まあ、うん、10年落ちで程度のいいもんだと、うん、600万ちょっとで売られてます。なんか利益出ちゃいそうな感じじゃないですか。10年乗ったら、例えば10年乗りました、残り5年残ってます、でも新しい新型が出ました、そっち乗り換えたいのでこの車を下取ってくれと、はい、で新しい車買うからってことで、そういった時にまあでも残りの残債は5年ありますよと、余った金額は申し込み金とかそういった形でお支払いをして、でまた新しいのに乗れるっていう、そんなイメージで。そうですね。実際そういうお客様結構いるはいらっしゃいます。乗り換える方は車検の終わるタイミング、うん、6年とか8年そういったタイミングで乗り換えていく。キャンピングカーって基本こう楽しい車っていうイメージなので、あんまりお金のこととかっていうのは言いたくないし、あんまりご案内もちょっとあれなんだけれども、少し考えて購入プランを立てていくと、今段階では実際そういうことが起きてるという。そうですね。リセール的な部分も含めて乗り換えをどんどんしていく、そんなこともできると裏技を教えてもらいました。いろんなお客様の事例っていうのはそれぞれのお店のスタッフの方がよく知っていると思うので、ぜひですね、あのバンティックの正規販売店の方に遊びに来ていただいて、ここで話しきれない方法いろいろあると思うんで、そういった方法をねちょっといろいろ聞いてもらって、バンティックのキャンピングカーを手に入れて新しいキャンピングカーライフを楽しんでいただければなと思います。桐生店長、今日はありがとうございました。ありがとうございます。今後ですね、次の回は別としてジル520をメインに使ってこんな楽しみ方あるよっていう運用編をお届けできたらと思います。次回のウィークエンドバンテック、実はですね、バンテックキャブコンだけではなくて K のキャンピングカーもあります。ガルネッタって言うんですけれども、来週ですね説明動画をちょっと撮りにロケに行きますので、そのロケの雰囲気とかそういったものをご案内していこうかなと思います。以上、バンテック続きがお送りしました。